うわーやだ、来た来た来た。おはようございます。はいおはよう。なんだって今日も寒いね。この間みがん腐ってたって話ちゃんと店長に言った？もちろんすぐ報告しました、うん、お詫びも何もないんだよ。失礼しました。こちらお品物です。店長にまた話しておきます。これ宅急便で家まで送っから。あと新しく入ったあのレジ打ちの子、あたし食うとすごい嫌な顔するんだけど。本当ですか？私そういうのビビッと分かっちゃうから。うん、はい、ちゃんと教育しなさいね。はい、お店のためになんないんだからね。ダメだ、肌上がんなくて。はい、ありがとう。ヤグルト置いてから飲んでね。ありがとうございます、うん、頑張って店長さんならいいね。うん、じゃあね。きつい。株が1点です。おいおいおい、今葉っぱ取れたんじゃないのか。え、すいません。パンも優しく扱えっつんだよ。あ、お取り返しますね。いいよ、めんどくさい。あ、いいんだ。牛乳も横にするなよ。はい。無料のわさび小さい袋にまとめてよ。はい。カゴ2つよ、開けるなよ。もうセルフレジ行ってよ。ここバックヤードなんですけど。知ってるわよ、それよりね。母さん、このお客さんは店内で僕を見つけると永遠に喋りながら後ろをついてきて、ついに今日バックヤードまでついてきたよ。やめて。お探しのものこれですかね、うんうん、入れますね。優しいね君は。娘と結婚してくれんかね。あ、無理です。あのおじさん今日も来てる。そんでまた朝っぱらから泥酔してるよ。毎日タクシーで来て大五郎の4リットルとつまみしか買っていかないもんな。この前なんか財布なくしたから買えねえって騒ぎ立てた挙句1万円札投げてきてからマジ謎だよね。お賽銭ありがとうございますっつったらめっちゃキレてたな。もう酔っ払いすぎてて自分がいくら払ってるか分かってないからさ、こっちも身振り手振りであと2円です、あと2円ですっつってんのにしつこいって言われたからね。しつこいって。あ、また倒れてる。いやマジで今日セルフレジ担当で助かったわ。これ何が怖いかってさ、全部ノンフィクションなんだよね。